アッシュレディオ。さあ始まりました。元気よく始まりました。元気よく第68回。すごいですね。すごいですよ。本当。もうこんなの今から今アッシュレディオ聞き出したらもう聞く気ないんじゃないですか。そうね。振り返ってね。なんか結構悩ますよね。ネットフリックスとかでも、はいはい、これシーズン7まである。そういう感覚になってるんじゃないでしょうか。さあ今日もツイッターからいただいたご質問をご回答していただければと思います。はい、はい、いつも勉強させていただいています。自分は5年サラリーマン、うん、今は中学の教師となり2年目です。ほう、すごいキャリアチェンジしたんですね。アシナさんはこれからどんな教育、どんな教師が必要になってくるとお考えか聞いてみたいです、とのことです。なるほどですね。どんな教育、どんな教師が必要となってくるとか、まあ、教育委員会が決めた教育方針に従って、うん、まあ、指導すればいいんじゃないですかね。いや、日本の義務教育は本当に素晴らしいと思いますよ。日本の義務教育さえやっておけば、うんうん、もう本当にもう何でもいいですよね。いや、本当にレベル高いと思いますよ。はい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 、はい、だって僕が本気でやっぱ勉強したのって、うん、中学までですよ。僕が持ってるその知識とか、知識とか、うん、基本的な考えはもう全部義務教育だけです。全部やるんですよ、物理とかで、うんうんうん、質量とか、うん、重さと質量は違うとか、うんうんうん、なんか位置エネルギーがとか、はい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 、角度の問題とか図形とか立体とかもう、うんうん、それを普通に教えてるのすごいですよ。それ知らない人だっているわけです、世界には。ほぼ全ての人はなんか原理原則を教えてくれますよね。うん、いいんじゃないですか。うん、なんかどんな先生が必要となってくるかお考えを聞いてみたいっていうのもあるんですけど、いや、ちゃんと教えられる人じゃないですか。やっぱちゃんと教えてないですよ、あの多くの先生が。うん、あのその要は義務教育っていうこの素晴らしいものをちゃんと生徒が分かるような形で伝えてるっていう人がやっぱりどうしても少ないような印象なんですよね、僕の学生生活からすると。あ、じゃあ僕はどうやって勉強したかっていうと、自分から勉強しないといけないっていう。だから自分で塾通わなくちゃいけないし、だからその塾なんか通わなくていいぐらい先生が教えてくれたらいいですよね。でもそれは僕はすごくなんか不思議でしたね。なんで学校で勉強教わるのに、うん、塾行って勉強教わるんだっていう。同じようなことやってるわけですもんね。同じようなことじゃないですか。うん、何なんだって。あれは不思議ですよね。みたいなことがやっぱありますよね。それぐらいじゃないですか、僕が学校についても。いや、義務教育は素晴らしいっていうことぐらいですよね。うん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 、何が聞きたいんですかね。じゃあご質問者の方が先生だから、はい、なんかなんだろう、ああ、まあもちろんなんかそのお金のことを教えるようにできたりとか、将来のことをこんな世界があるぞっていうのを教えることができるっていうのは、うん、まあ、正直、まあ、先生ができればいいですけど、うん、ちょっとトゥーマッチな気もするんですよね。うん、本当に義務教育だけをちゃんと教えてくれればいいと思います。うん、まあ、それ以外は先生の色があったりとかするんで、うんうんうん、うん、というところですかね。いや、本当それぐらいですよね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと次の方、はい、行っていこう、行ってみようかなと。アシナさんのゴールはどこですか。うん、アシナさんが人生で一番テンション上がったのはどんな時ですか。今ワクワクしているものはありますか。どれか一つでも採用されたら嬉しいですって書いてある。3つ目は何でしたっけ。今ワクワクしているものはありますか。あ、1つ目はアシナさんのゴールはどこですか。ゴール、うん、皆さん気になってると思うんですよね、アシナさんのゴール、なんかどこを目指してるのかみたいな話じゃないですか。最終回見たい、知りたいです。いや、本当に漫画家みたいなこと言いますけど、うん、最終回何にするかまだ決めてないんですよ。いや、もうこれが答えじゃないですか。確かに漫画家みたいな、はい、漫画家みたいなこと言いますけど、うん、
最終回どういう結末するか全く考えてないです、ね、うん、やっぱ漫画家もそうですけど、やっぱ面白くなるように多分すると思うんで、うんうん、まあ、それは自分が面白いってのもそうですし、うん、なんかこう人が体験して面白いってことはやっぱすごく大事だなんで、うん、でとはいってもなんかこうやりたいことをやっていくっていうのとその経済っていうのはすごく難しいんですよ、これ両立するのが、うんうんうん、だから一番いいのは自分がやりたいことをやりながらそれが人のためになってると、うん、人をいかに喜ばせてるかっていう、だから結局人を喜ばせ続けないと、うん、やっぱあの稼ぎ続けはしないですよね、うん、だからなんかここ僕もあのビーツっていうフィットネスクラブをやって、うん、まあ、ジェントルマンズクラブっていう、まあ、オーダースーツをやって、うん、まあ、そこからまたもう一回どうやっていろんな人を喜ばせながらみたいなことはやっぱ考えてるんで、うん、まあ、メディアに出たりはまあこれからまたしていくんじゃないですかね。うーん、結局なんかそれがやっぱ人を喜ばせられるし、うんうん、僕の考えてることだったりとか、うん、僕の言ってることだったりとかっていうのを喜ばせるってこともできるし、うん、あとはまあクリエイティブですよね、まあ、僕がすごくできることだし、まあ、特にコピーとかもそうですけど、うんうん、まあ、それでみんなを面白がらせたりとか、うん、まあ、あとは寿司屋に寿司屋を始めたりとか出た足の寿司違う寿司足寿司足みたいなことあるんじゃないですかね。まあでもそれはなんだろう、ゴールって決めない方がよくて僕の考えとしては、うん、その世の中っていうのは非常に敏感なんで、うん、その時代の流行りとかもあるし、うん、時代の考え方とかっていうのもあるし、うん、なんかこう今やったらすごく流行るけど10年前だったら流行らないかっていうのがあるんですよ、うん、なんかそういうのをすごく敏感にこうキャッチして掘り込んでいくっていうのがやっぱ事業なんで、それがやっぱこう面白いですよね。でもちろん時代が変わるんで、うんうん、わかんないですよ。なんかそのよく目標設定っていうか、なんかお前はどうなっていきたいんだみたいなこう、うん、あるじゃないですか、うん、逆に出したらさ、そういうのもあんまない方がいいんじゃないかっていう。いや、ざっくりはありますよ。なんか方向性はあるってこと。いや、クズ野郎よりはイケてる人の方がいいよねっていう、まあ、そういう感覚ですよ。っていう、なんかこう遠くの方になんかあのトンネルの出口みたいな感じでさ、まあ、向こうの方に光は見えてるけどそれが何かわかんないけど、とりあえず向こう歩いていくかみたいな、うん、それぐらいの感覚ですよ。うん、別になんかその決めたからできるってことじゃないんですよ、うん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 、で一番大事なのはそのどんだけ本気でのめり込めるかっていうことなんで、うんうん、そのどんなジャンルであれのめり込んでないで成功する人がいないんですよ。だからそののめり込むっていうことを絶対に学生時代までにやっておくべきですね、うんうん、別に今からでも遅くないんですけど、うんうん、のめり込めなかったら何やってもちょっとなんだろうな、うんうん、トップにはなれないですよね。うん、のめり込む、うん、何でもいいですよ。ゲームでもいいし、うんうんうん、漫画でもいいし、もう尋常じゃなくのめり込むっていう。そののめり込んだ経験があると、いろんなものにのめり込めるかなってことですか。のめり込んだ経験があると。そうですね。のめり込むことができればまた次ものめり込めるっていう。のめり込んだことがないとのめり込み方が分かんないというか。はい。で、のめり込んだらこれぐらい結果が出るんだっていう自信にもつながるじゃないですか。僕はなんかいろいろとめちゃめちゃのめり込んでるんで、うんうん、なんかそれは僕としてはすごく良かったですけど、うん、という感じでしょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、アッシュレディオの感想はツイッターに投稿お願いします。はい、はい